今日の北陸や東北では雨の強まりに注意が必要です。 吉野さん、はい、今のところ晴れているところもあるようですね、うん、そうですね前線の北上によりまして雨のエリアが拡大していくということになります、はい、前線の動き見ていきましょう朝の時点では梅雨前線ちょうど本州付近東,な東日本の上空にありましたけれども、はい、これが今夜にかけてですね北上しまして東北から北陸あたりまで北上していくということになります、はい、そしてここに向かって暖かく湿った空気がどんどん流れ込むようになっていきますので特にこの後は 東北北陸といったあたりで雨の強まるところが増えてくる見通しです、はい、現時点では新潟県が雨の中心ということで一部発達した雨雲がありまして東北では晴れているところが多いんですけれどもこの後雨雲がだんだんと北に移動する見通しです、はい、お昼ぐらいには東北の日本海側でも雨のところが増えてきて夕方になりますと雨の強いところ活発な雨雲というのが日本海から流れ込むようになってきます、はい、特に夜にかけてが雨のピークで東北日本海側新潟県 前線のあたりまでは局地的にいや激しい雨という恐れもありますのでこの後の雨の降り方要注意です、はいはい、また西側も前線の南下によりまして一旦雨が小高状態となった北陸で再び降り出すところがありますのでこちらも油断のできない空ということになっていく見通しです、はい 今のところ落ち着いているところもありますが、この後雨が降り出すところ、そしてさらに強まる恐れがあります。この後も最新の気象情報をご確認ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースから確認できます。